と。終わった。そのさんどうですか、 AT 入りそうですか。いや今ちょっと弱いですね、レンジが。残り1ゲーム、140枚獲得なし、140枚で終了ね。次につなげられるか。パチンコ416台、スロット256台設置しております。定型駐車場もございます。大宮駅西口からすぐ。21ゲーム、まあそうですよね、順調に期待したいです。あれ、そういうこともあるんだ。激アツって何だったんだろう。え、当たってないの。いえ、全長にもまだ。それやばくない。ちょっと泣けるレベルだよね、激アツ。それはね、ダメなやつ。ダメなやつ。ダメなやつ。頑張ってよ。ちょっとビリビリ押したいよこれ。もう広角に上がってて、ことなく中段ジェリーで直撃。え、今の完全に当たると思わなかったんだけど。また黄色リリー。そうやか、次ゲームもかかったよこれ。かかった。姉は当たってるんですか。はい、当たっております。ちょっと私は厚めのをちょっと外しましたよ。それきついよね、厚めのを外すって。はい。じゃあもう何だったら当たるんですかってなっちゃうもんね。そうなんですよ。なんで兄弟同士で敬語なんですか。そうなんですよ。いや、ちょっと今悩み中ですね。時間もちょっとないからこのままね、続けていいものか。追えない。ギリ。
やばい、調子来る、調子来る。大丈夫、大丈夫。頼む。あー、パンチだ。いった、やったよ。よかった。あー、SP いかなかった。どうしようかな。マイジャグラーも打ちたいけど、本当はね、こういうのはね怖いんだけれども、なんせね時間もないから、それにします。よし、3個リプレイか。最後、はい、得意の新さんです。もう新嫌い、本当にインパクト強いよ。もうすごいね、本当に今日はスタダラプレイです。これで、天国で当たればもう一回勝負できるんだけどな。やばいわ。やっぱりね、そう考えたら私が朝座っていたジャグラってよかったんだな。楽しかった。姉に少し頑張ってもらわないと。もう姉とっくに終わってるよ。頑張ろう。姉はもうとっくに終わってるよ。頑張ろう姉。もう時間ないんだよ。攻めの J、 そちらが攻めの J で、攻めの J なんだけども、もうね、朝みたいにこう粘れるようなね J がちょっとないんでね、勝負に出てる。取りました。見えます？今ブドウ外れたんですよね。ピークは確定です。ありがとうございます。はい、それではまたジャグレン目指したいと思います。結構ね、マイジャグラーのねじゃんじゃんバリバリ楽しい、気持ちいいからね。まあなかなかないけれども、なかなかいいです。これせっかくだからもう一回当てよっか。当たりそうじゃない？追うんですか？私？はい、はい、あ、わかりました。お？天保当たった、当たった、当たった。オーラはね、昇格させてくれない。青、もうね、何色でも関係ないです。頑張ります。ここここ50%ないでしょ。おぉ、
よし。頑張ってるよ。待ってますか。頑張ってる。この、この次の真剣勝負で勝負球を無駄にしなければいける。いける。お願いします。お腹が痛い。お腹が痛い。お願いします。ああ、もう終わった。やっぱね、ダメですわ。今日は終わりました。2連です。またずーっと2連。取り憑かれてる。もしかしたら電車入ってるかもしれないし、やっぱり滑った。分かりました。113ゲーム白く光ってるんでビッグ確定ですね。そうなの。はい、色変わってるんで。ありがとうございます。ジャグラーは詳しいの。ええ、ジャグラーは詳しいです。でも色変わってるのがピーク確定だっていうことは分かりますよね。分かりません。分からない。はい。マイジャグラーそんなにやらないんですかね。はい。ありがとうございます。じゃあね、ジャグレン、ジャグレンね。はい、ということで、一回もこの箱を使うことなく下皿だけでちまちまやってました。特に引きが強いところを見せることなく、まあ、ちょっと次回はいっぱい頑張って見せ場を作りたいと思います。お疲れ様です。しょぼーい390枚です。それでは時間もないので、これで55ゲームでやめたいと思います。メダルを流していきます。姉はどこに行ったのかな。じゃん、1141枚。やった、勝ちですよ。それでは結果を発表します。2戦終了。お疲れ様です。いやー、ちょっとだいぶ悪戦苦闘しましたね。姉はね、悪戦苦闘してたね。なんかさ、こうやってずっとイヤモニでつながってるから、うん、まあ、だいたい相手がどういう状況かっていうのがすごい分かりやすくて。分かりやすかった。でも結構ね、初当たりは引いたんだよ。引いてる分にはね、引いたかと思う、うん、でも恐怖の2連、ずっと2連に苦しい展開でね、2連の呪縛から解き放たれることなく、うん、でもマイナスじゃなかった。あ、プラスなんだ。ギリね。ギリ。まあ、この方は、まあ、途中緑ドン1回挟んだ以外は、まあ、ジャグラーでよく喋ってましたね。攻めの J で、ね、これが初戦とは思えないぐらい喋っちゃった。もういつもの君でしたね。ええ、おしゃべりな君で、ええ、で結果の方をまとめましょうよ。まとめる。じゃあ姉から言ってください。じゃあ姉はですね、投資が250枚。250枚。はい、まあまあそこまで投資いってなくて、まあ、回収も少ないんですけど、はい、まあ、回収が390枚ということで、390枚プラス240枚。はい、ちっちゃな勝ちですが、勝ちは勝ちですよ。そうそう、ね、なのでののさんは、私は投資300枚の回収1141枚です。お、ってことは2人合わせて
981枚プラス、そう大成功だ、乗り落ちた、イエーイ、ありがとうございます。まあ無事、まあプラスはプラスなんですけれども、ね、まあこの番組のルールとして、ちょっとした運動会にちなんだあるゲームがあるんですけども、はい、そちらの方に、まあ、成功しますとさらにポイントがもらえると、はい、もらえちゃうんですか。いやでも成功しないとダメだよ。うん、いや成功しよう。そのミニゲームっていうんですか、ミニ運動会、ミニ運動会、そちらの方をちょっと挑戦していきたいと思うんですけれども、はい、内容は言っていいの。内容はね、あちらなんです。じゃじゃん、じゃじゃん、運動会といえば玉入れ。玉入れですね。でもね、背の小さいうちらにあのね、高さはね、ネットね、ちょっと高いんだよね。ということで、ここからミニゲームに挑戦したいと思いますので、はい、そちらの方見てください。どうぞ。始まりましたよ。